こんにちは。速会時の久保でございます。あの、以前、億万長者合宿のやり取りの中で、その億万長者合宿なるものに参加したら、本当に億万長者になれるんですかって質問がありました。で、本当に億万長者になれる保証があるんだったら、いくら払ってでも参加しますっていうふうに言われるんですよね。で、残念ながらね、保証のある世界ってのは、まあ言ってみれば、うん、なんか、時給とかね、月給の世界なんですよ。それは、高い確率で月給や、それから、 時給っていいうのが支払われるじゃないですかで、すかおそらく多くの方は日給とか月給とか時給とかで働いてる世界に嫌気がさしてこういった商品を販売する情報商材を見る投資の世界に行くそういった未知の領域に足を踏み出していると思うんですよでもそこにですね何らかの保証がないと動けないっていうんだったらそれは今のままの暮らしを続けなければならないっていうことを言ってるのと同じなんですよね。 あのまあ私も今 FX オリガルヒっていう商品を販売してます販売すれば必ず売れるっていう保証があるんですかって言ったら別にないじゃないですかでもそのためにリソースを割いてトライするわけですよ、ね、でもそこにはやっぱりね1,000円とか2,000円とか5,000円とか1万円っていう商品を販売するわけじゃなくて少なくとも何十万という場合によってはその人が1か月以上の労力を割かないとこう手にできない金額を要求してるわけなんですよね じゃあなんでその金額を打ち出すのかっていうとその金額に対して私は責任が取れるという自信が育まれたからなんですよじゃなかったら単なるインチキですからねそしてそれを信頼してくださる今までの私の行動や言動やその結果こういったものを見てですね確かにこの人ならっていうふうに思ってくださるからそこに合意がなされて販売ってことになると思うんですよねまあですんで話を戻しますけども保証がないと動けないっていうんだったらこれはね 世の中に保証があるものって何もないはずなんですよ。ですので、そもそもその考えを改めなきゃならないってことと、少なくとも高い確率で保証を求めるんだったら、時給や月給の世界からは出ない方がいいっていうふうになりましたね。まあですので、何の保証もない世界に足を踏み出さないのは正解と言えると思います。ただそれでは夢や理想は多分追求できないんですよね。やっぱり自分の希望や欲望や夢って。 多分そうやって掴める保証がないから夢を見たり目標を見たりすると思うんですよ。保証がないけども踏み出すことによって保証がないけど達成できる。そんな道が引けるんじゃないかなと思いますけどもいかがでしょうか